皆さん、オンバンマーティンであるミラクルボーイキングタクです。今日は伊手前打線の一角、まあタフィーローズ中村のぎひろさん、磯部さんと紹介しましたが、吉岡雄二さん実はすごいです。まずその前に読売ジャイアンツに入団、その前、帝京高校で確かピッチャーとしてやったような覚えですね、確か。とんねるずのスポーツオーバーお偉いによく出てますね、はい、野球コーナーで、はい。リアル野球版でも通算もすごいです、ホームランも。巨人では全く成績悪く、まあ、なかなか上達できない中、近鉄に移籍してからなんと頭角を現したそうです。ホームランすごいですし、もう6番ファーストの出場すんごいです。やはり、近鉄で開花したそうでございましたね、本当にすごいです。その後、球団の編成問題で楽天でも頑張っておりますね、はい。本当に吉岡雄二さんすごいです。現在は、まあ監督ですね、なんかの富山の。日本ハムの2軍のコーチも務めてますね、はい。というわけで以上です。バイバーイ。